秋葉原が一番うめえな。そう、このチョコめちゃめちゃうまいですよ。え、それ誰の？え？畑。あ、そうか、今日大地くんいないのか。大地くんもパナッチもいないんですよ。え、4人じゃないですか。今日4人なんですよ。大地くんはなんとあのゴンさんとライブに行ってるそうです。あのゴンさんって気色悪い？気色悪いな。ちょっと1個もらっていい？めっちゃうまいっすよ。俺誰のか分かんないって適当に食ったっすけど。しかも2個。この家よく所在不明の、所有権不明のものたくさんあるからな。置いてたら共有物になるところありますからね。はい、え？え？え？あ、ダメだ、これネタバレのやつだ。何の漫画です？鬼滅の刃。どうだ、これだけ聞いて。これだけ。いや、絶対やる、絶対やる。そんな話じゃない。ちょっとだけ、ちょっとだけ。痛い目いっぱい見てきたから。一言だけ。どうだ、これだけ聞いて。本当に結構楽しみしてる。じゃあ、書いてください。ネタバレ嫌な人見ないでって書いておいて。あ、わかりました。ちょっと、これだけ聞いて。いや、絶対今、こだわり注意って、ネタバレ注意って書いてって言ってましたよ。いけ、大丈夫、大丈夫。いけ、外してみ。はい。富岡牛丼。ほら、やっぱり今現在、縦面のバイト先のローソンに向かおうとしてるんですけど、はい、これ謎の山道にですね、迷い込んでしまいました。おかしいな、何がどうなってんだ。本当にやばいっすね、これ。まあまあ高いところにいますよ、もう。縦面のバイト先に可愛い女の子が働いてるっていう情報を入れて見に行ったんですよね。なるほどなるほど。多分シフト的に上がるのがおそらくあと20分後なんですよ。楽しいです。なるほど、12時ってことですね。我々は時間内にたどり着けるのでしょうか。乞うご期待。なんとか到着しました。着きましたね。よし、ついでに昼飯も買いましょう。はい、です。いるかな。大変お待たせしました。ありがとうございます。いや、映ってないですけど、縦面がすぐそこにいるんですよ。扉の奥にちょうど今映ってるんですよね。めちゃめちゃ出る。やばくないですか、これやってると。本当にやばいっすね。本当におじさんが可愛い女の子見に来ただけみたいな。しかも JK。 キングキングじゃんけん、勝ちがキング牛丼食べます。はい、キングキングじゃんけん、じゃんけんぽい。パーで勝ったらパーラダイス。じゃんぽり。死んじゃう。キングキングじゃんけん、じゃんけんぽい。キングキングじゃんけん、じゃんけんぽい。あいこでしょ。グーで勝ったら気分はグー。かっけー。でけー。食いたかったな。キング思いったよりきついですよ。いや、卵とかなんか買っとけよかった。うわーす。まあ、多分うめえんだよな。うまい。俺も食べたい、食べたい。うん、まずは半年ね。やばい。ケチボウ。ピケサンダー。いてせーす。うん、終わった。すげー。お疲れ様。そんなもんっすか？そんなもんっす。危ねえ。よいしょ。ピッチャー？ありがとう。カメラも怖くね？怖いっす。結構怖いよ。怖いっすよ。縛っていこう。いいね。だんだん日に日にさ、キャッチボールの動画が本格的になるかも。はい。おお、今のは僕のフレーミングでストライクにした。めちゃ虫鳴いておりますね。もう秋やね。行った瞬間止まりましたね。泣け叫べぜーはー。
こんばんは。ということですね、今ちょっとゲームセンターの方に久々にやってきたんですが、クレーンゲームってあるじゃないですか。あ、はい、UFO キャッチャー今、まあ、UFO キャッチャーの方が主流なの、名前的には、UFO キャッチャーってすぐ取れるものもあれば、なんかめっちゃむずいのもあるじゃないですか、あれ結局特にむずいのとかたくさんあるのって結局いくらって取れるみたいなところってずっと気になってて、今日はせっかくなんで空にしようと。あ、一箇所全部取るんですね。でもなんか全身で取るとかだったらちょっとなんかっていう感じなんで、一箇所の台だけ全部取りません。あ、そうですかね。もぬけの殻にしてやりましょう。もぬけの殻、はい、そのちょっとなんか人気なものを全部取っちゃうとちょっと申し訳ないんで、ね、ちょっとこうなんか人気なさそうな、なんか寂しそうなやつ、寂しそうなやつをぜひとも救ってあげたい。救いに行きましょう。ではちょっと店内に入りまして、はい、はい、面白そうな UFO キャッチャーかな、 UFO キャッチャーなんですかね。これなんですけど、もうこれ釣り針キャッチャーですね。釣り針キャッチャーですね、これ。でこれ多分落とすとかじゃなくて釣れたらゲットらしいんで、はいはいはい、釣れることも目的がありました。なるほど、あんまりこういうの見たことないっすもんね。ないっすね、これ珍しいな。では早速やっていきましょう。はい、最初はグーじゃんけんぽい、ちょ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 、最初はグーじゃんけんぽい。まず一番いきます。まずは様子見っすね。そうっすね。これが多分フック状になってて、それをここのなんだろう、シールにかけるイメージですね。はいはい、レバー自由型なんで、あ、すげえ。多分なんですけど揺らした方がいいと思いますよ、こうやって意味あるんですよ、それ。いや、これ揺れ、揺れて遊び方違うもん、絶対。ちょっと揺れた状態でいけー。まあ、絡まってる絡まってる絡まってる。これ揺らしてダメじゃないですか、絶対。いや、多分これで、あ、関係ねえな、これ多分これ難しいやつだ、これ。永遠に終わらん気がしてきました。やばいね、はい、結構むずいっすよ、これ。さあ、どんどん行きましょう。いや、次は私が行きましょう。はい、ケイスケなんかこういうの得意そうだな。実は得意なんすよ。いっちゃってくれよ。これね、これ前後に揺らすんですね、これ。続きまして、私が行かせてもらいます。お願いします。いや、もう揺らさない方がいいんじゃないかなっていう。あー、その説もある。はい、その説ある。その説あるっすよね。一回、こう落ち着いて落ち着いて、もう一回待たせるので、ね、もう一回待たせます。勝手に始まったぞ。勝手に始まった。60秒ぐらいっぽいね。おー、やばいか、これ。やばいっすよ。あと終わると煽ってくるんですよ、こいつ。テンツテンツテンテンテン。よろしくお願いします。お願いします。何かしら引っかかりそう。お、おっと、どうだ。ふう、いけるか。あるんじゃないか。振り幅でなんとかなってて、あ、いけそう。お、輪っかに引っかかってるやつやべえ。あー、動いた。初めて動いた、初めて動いた。ほら、一人武器があのあれですね、奥のやつですね。ひたすらも立ててこう振って何度かフックに引っ掛けるしかない気がした。確かに。じゃあ、このはじめさんのアシストを僕が決めに行きます。頼んだよ。頼むぞ。任せてください。いい振りよ、いい振り、いい振り。あ、すごいすごいすごい。お、お、待って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 、マジか。いい入れだよ。あ、いい。ジャイロフック。わっ、こいつ、わっ、こいつ。簡単に取れちゃ面白くねえからな。待って、やばいやばい、めっちゃ絡まっとるよ。え、待って。やったー！やったー！
21回目でした。1本1050円です。これなんで今2本もらえたんですか。なんか倒したのとたくさんやってたからって。店員さんの優しさです。あ、ほんと。え、待って、あれなんかクリーンってなってる。スターおっと、え、こいつ入ってるぞ。これがまた良い。あるか。うわー、動いた。揺らしてはいた。やばいかこれ。やばい。いいぞ。いっぱい入ったよ。あるぞ。うわあ！やだ！やだ！すごい。さあ出てない。すごい。来たねこれ。おお。そっち。こっち行こう。すごい。これ来たんじゃないですか。あと何本だ。あと10だ。残り時間が、まあ、50分に出るとしましょう。ちょっと早めに考えて、はい、約30分で10本取ればいいって感じ。無理じゃないですね。無理じゃない。3分に1本。行きます。あるぞ。やべ。いいぞ。うまい。よし、もうこの勢いで行くしかない。もう参りましょう。あるよ。さあ残り3本ワン全取りやりますよ。本当に待って、それめっちゃかっこいいな。あるか。いやー苦しい。逆にむずいぞこれ。と1本ある。1本いったぞ。いったよ。ラストいきます。時間的にもこれは厳しいか。全集中、端の呼吸。やばい。乱れてる。乱れてるよ。いきます。はい。やばいか。
だ。ということで家に帰ってまいりました。はい、見てください、こちら戦利品です。これ何本ありました？25本ですね。で、100回やったので1本400円です。